皆様こんばんは。今週も定例配信やっていきたいと思います。よろしくお願いします。今週もいつも通り21時頃から富士大会の方をやっていきたいと思いますので、それまではの J の方を、様子配信したいと思います。ごゆっくりどうぞ。
Thank you.
Round one, fight!
Thank you.
こんばんは、山本さん。今日はいらっしゃらないんですね。今日は松野さんはじめかなりの手だれが集まっておりますので、ちょっとプチ大会もかなり荒れるんじゃないかと予想されるんで楽しみにしててください。ちなみに今やってるのがイッピー側がマッツンキャミーです。めっちゃ強いです。勝てません。
上段の部分だったから、
店員です。今日なんですけども、人数がかなり多くてですね、まだエントリーがスムーズにいってないので、プチ大会の開始時間がもう少し遅れると思われますので、ご了承願います。30分までには絶対始まるとは思うんですけど、集まったみたいですね。ちょっと今からシャッフル等やりますので、もう少々お待ちください。15分ぐらいかな、始められるとは思います。よろしくお願いします。
ああはい、じゃあ第34回四季の細道を始めたいと思います。今日、22人かな、史上最大人数の参加者でやるので、今日勝ったらちょっとエバっていいです。僕が喋るから、しばらく喋って、分かったね、マイク一本らしいんですよ。ああ。ハクさんがガイル、でロードさんがエスケン。元。はい、へえ、何やってんの。ほぼさあソニックで無理やり空中出せば人逃げそば相打ちと。そばっとそばっとで、つうかこれって配信されてんのかな、 もしかして。あ、配信されちゃってる。あ、こんばんは、こんばんはこんばんは。ここどこだ。埼玉県、埼玉県何市だここは。新座市、新座市は四季デイトナ四季にお邪魔してますなんで俺喋ってんだかわかんねえんだけど。さあということで、ワンピガのロードさんが一本取っていたが、ハクさんが取り返す。さあ中足払い、大足払い、見てからではなく置いといたら S 剣の判定で勝手に勝った感じ。さあ空中竜巻で無理やり巻き込んで、波動波動、もっと波動拳振っていいんじゃないか、優しいぞこのゲーセンさあ波動波動、ソニックで飛び込んだが痛くない。さあまだまだ全何食らっても痛くない。あ、波動拳がなくなってきた。さあ何してんだ。さあ勝ったか、はすがにダブルサマーだけは勘弁なということで、さあ勝ったのはロードさん。そうなの、キャラが悪いよ。練習するなら X 剣練習しろって。さあ2人目は、あれ、これは噂の世界最強の文房具と名高いセロテープさん。セロテープさんが今日は6月23日、623ということで、昇竜拳の日ということで、おじさん頑張るよと、おじさんになって頑張れば昇竜拳出るんだよというところを証明するために出たと。さあ投げて受け身がないですけん、しょうがないが、何してんだ、間違えた、俺が投げたと。完全にラリってましたね。さあ第5スカルチュアシファイアで寝転がって、チューチュー波動拳画面味に追い詰めて、さあこっから波動連打が出ねえさあ波動波動が勝利拳です。何のための鳥かごか。さあ勝利勝利勝利、とりあえず6月23日勝利拳出してるんだよってアピールですね。しかもちゃんとセロテープさん偉いのがあれですよね、 1P 側に回って623ですからね、 2P 側と623じゃないですからね。4421、4月21日になってしまいますからね、 2P 側と。さすがにその辺セロテープさん大人の立ち並みなので 1P 側に回って6月23日だよと。
スーピー側で出す昇竜拳は6月23日ではないと。さあ、新谷さんからセロテープ しねえよと結構露骨な、もうちょっとオブラートに包む感じがいいんですけど。さあ、ハド踏んづけてロードくん頑張る。さあロード、さあロードやっつけた。ジャンプ大キックがすんげえ強かった。さあ世界最強と名だたる文房具、まあでも623で勝利権いっぱい出せたからいいんじゃないでしょうかね。ということでセロテープ撃破の3人目、新谷さん。新谷さんがね、セロテープさんを負けろ負けろ言ったのは自分が 2P 側に座りたかったからだけですね。さあがロードの S 剣が、さあ S 剣昇竜拳好きすぎねえな。さあジャンプ昇竜拳から昇竜拳、さあ無理やり練り下着、思ったより減らなかった。死なないかねあれで。今日の式デイトナ式何人だ、1、2、3、いっぱい、ちょ3までしか数えられなかった1、2、3、いっぱいみたいな。23人のなんで言えばいいんでしょうね、アホどもが埼玉県朝霞市式デイトナに集まってます。金曜日花金、花金、今ほとんどのサラリーマンとかそういう数、普通の方々は飲んだり遊んだり素敵な時間を過ごしてるんじゃないかと思われる時間に、こいつら地下にあるゲームセンターで僕もその一人なんであんまり人のこと言えないんですけど、大丈夫なんでしょうかこの人たち。さあロード撃破、ニーヤーが撃破し、ヒデ、ヒデが竜と、まあ、ヒデは竜じゃなくてあれはもう竜とかリャーリャーとかそこら辺ですからね。ヒデの竜に負けるのはなんて言えばいいんでしょうね、放送事故というかなんというか結構アクシデント。これあれですかね、セロテープさん、デイトナ式さんはお花畑の映像とかに途中変えれるんですかね、放送事故的なのが起きた時にしばらくお待ちください的な。そうですよね、可愛らしい。さあ投げて、さあ昇竜拳、さあニアも 1P 側で623、今日は何の日だと、6月23日 2P 側の昇竜拳はあれですか、4月21日で6月23日じゃないですか、ね、さあ昇竜拳出ない。さあヒデ、ヒデ、あヒデもあれですね、ちゃんと623昇竜拳の日ノルマ達成ですね。バカ烈破でよかったんじゃないですか、なぜ昇竜拳。さあまさかまさかあるといいながあってしまうのか。ちょっとセロテープさん、 大至急お花畑かもしくはちょっと湖とか綺麗な映像をそうそう、ちょっと急ぎで用意してください。さあ新カード持ってしまったぞ。さあ新カードを持って掴んで投げ返して受け身がない。さあ新カードひねり出した新カード、なんかあれですね、今のヒデ君の新カードはソフトクリームマシーンのような感じのそう、ニュルッとした。さあ投げ返した。さあボタン連打、もう完全に捨てゲーでしたね今ね、もうボタン連打、もうただ投げ返しみたいな、ボタン連打してたまたま投げ返したマンでしたね。さあヒデが取って、次金子くんの竜ですね。彼の竜もあれですね、多分 しんどい感じなんでしょうかね。さあ今日6月23日とあれですね、セロテープさんが歌ってしまったがためにどいつもこいつもが、さあヒデくんだって竜巻旋風役だし体超動いてるからね、まあ、VR 疎通みたいな感じのリアルで竜巻旋風役出しそうな感じ。さあ新カードが溜まったぞ。さあヒデのソフトクリーム出るのか、
さあ上から、さあニュルッと出た真空波動拳。さあ金子の真空波動はどうなんだ。あ、金子は普通に出してますね。あ、金子はでも普通のあれでしたね。さあなんか無理やり投げに行ったら化けた第五数が当たっちゃって中足みたいな、完全に放送事故ですね。これはあ、リバーサル昇竜拳。さあなんかよくわかんない流れになってるが、さあにゅるりと出るのか。さあ昇竜拳で投げて無理やり持ってきましたね。これはあれですね、僕今あの筋肉マン夢のタッグトーナメントネプチューマンの気分ですね。なんと醜いのだと。さあどうなってるんだ。さあ水色青い竜が金子くんの竜に対し、オレンジ色、あれは竜じゃないですね、もうレアとかそこら辺の怪しい、ヒデの怪しい、つかね、真空波動がいつ飛んでくるかわかんねえから投げ通っちゃうんだよね。かなりひねり出す、あ、投げましたね。ヒデの竜がかかっている。やりますね。さあ次が、あ、俺じゃん。現在2連勝中のヒデ君を止めることができるのか、マッツのキャミ。いやー、もうキャラ的にはね、やるまでもなく大体竜が勝ってるような感じなんですが、勝利拳いいよ。今ヒデ君1位ねですね。鎖骨はダメですね。はい、今2位ねです。投げた。開幕あゆって打つ、蹴り込んだぞ。上が通って壊し、マッツンキャミンに挑むのはアオサイ竜。だからアオサイさん運が良かったね。アオサイさんね、今日2キャラともザンギって言ったのを俺が竜にした方がいいよって言ったから竜にしたんだからね。ザンギより全然目があるでしょこれ。出ないよ。出る、1位ね。マッツンもいいね。さあ出ました、大きい昇竜拳が。めり込んだ、出た、ビョッタ。はいはい、はあ、それは薄いキャラには。フーリガンから逃がさない、上が出ない。相手が地上にいるときは出るけど飛んだときは出ない。さあ破天荒さん、さあ破天荒竜本職、受け身取ってフーリガン、アントミからフーリガン、めくりヒット確認、スパコン勝利拳。さああるよ、なかった。さあマッツンの動きが先ほどまでと打って違って、投げとフーリガン多めになってきている。最大入れて練り込んでる。さあ波動、波動、強気の波動踏んで
さあ状況が進んでる。あの抜け方からのスパコン。さあチンク飾ってる。さあ破天荒首の皮一枚、ユニガン通して正面壁まで追い込んで、さあが出る鎖骨。おっとフーリガンダが飛んでいた。さあ負けちゃいましたね。いやーびっさあ続いてがトモザ・バイソン。いやこれは相当がっつり勝つんじゃないですか。さあ破天荒画面端、さあ中足ポクッとやったがその後が続かず、さあ画面端追い詰めて波動波動ゲージはなんだあれ、なんか発泡スチロールみたいなのがあってワンツーピー側のゲージが見えねえなんだあれ、ゲージあんのかねえのか。ゲージは多分ある、バイソンならあるといいなが、あるのか、ニョキッと生えて無理やり波動、うん、あれ多分あれ支えてんの、あれちょこっと削ってほしいよな。さあおわーっと刺さって、さあゲージはある、あるありますね。さあ刺さって、やっとクレイジーです、ピヨルピヨル。さあ破天荒勝ちを逃した、今勝っていた本来なら。さあ続いていくのがさあこれあれですね、今2周目見てるんですけど、あれカーシムの後ひどいですね。ガイルガイルガイルってカーシムあれちょっとどうなんですかさあバイソンに下がっと、さあがっつり掴んで、さあ体力は今現状はサガットが取ってはいるが、このラウンド、おいけんのかマジで今の大菊。さあこっからバイソンがまさかの上から行くかね。さあ超強気、どうせ出ねえだろ的な感じよね、サガット相手に上から行くバイソン。さあチュアシからゴチゴチ、やべピヨチは死んじゃう、ピヨった上に死んださあさあ続いてが、続いてがですね、あのお尻の人ですね。これね俺基本的にはあんだろうね、これもうすでに使ってんのかわかんないけどさ、バナージじゃなくてジンネマンだろなんでジンネマンからじゃないの、ジンネマンでしょ、なぜバナージリンクス
順番がちげえだろって思ったんだけど。さあゴチーゴチーと、さあトモザバイソンがあ、ここあれだね、今年のかける5のトーナメント表まだ貼ってあるんだね、ブロックの、うん。さあ陣ね、間違った、バナージ、バナージ取った。さあ画面端できついきつい。さあここはやはり映像を見てる俺としては白い方が勝つわと言いたい。死んだ。おい言わせろよ。せっかくちゃんとさ名前にさ乗ったネタを振ってんだからさ。ねえ、どう思います、セロテープさん。ねえ、ほんと。さあ、あれ？S キャラの人が X キャラ使ってるぞ。なんだこれは、何かの間違いか。これはあれですね、なんかグラディウス5でいうところのありえない、何かの間違いではないのかみたいな感じですね。振り向き、たまたま出た、たま、多分左右ガチャってなんかコマンド入れて、多分ねコマンドを入れて戻したら勝手に出ちゃったマンで。でもストツープレイヤー基本的にあれですからね、たまたま出たマンでもどうやりますからね。たまたまではないと。さあチューチューのピヨって、さあニョキッと、さあ、あれ2周目ニーアーさんホンダなんですね、珍しいっすね、ホンダ剣、てっきり剣だと思ってたよ。さあガブガブ噛んで、さあニコフロム東京、フランス人。最近ね、ヨヤとニコも仕事が落ち着いたようで遊び時間が増えましたね。さあよくわからない2段が入ってさ、電気から動いたらぶっ刺さった。さあトモザが止まらない、止まらない。いやーこれね、これ多分ね、これ多分ね、これあれなんじゃないのかな、1周目が終わるんじゃないのかな。さあバルログ頑張ってほしい、バルログは。さあ殴られた。バルログはですね、バイソン戦は基本画面端から1キャラ分前に進んだとこでしゃがんで待ってるのが基本ですね。バイソンが動いた瞬間宙詰め、全て止めれるので画面端端ではダメです。一歩進んだとこ、そこでマシですね。バイソンが動いたらプスッと。さあゴチッと掴まれて勝ったのはトモザ。さあノブさんが竜で、
さあ空中竜巻で左右入れ替えてニョキッとファーストアタッカートモザからのタイミングが悪かった。さあダッシュアッパーでゴチゴチモリモリ来やがる。隙あらばあれですね、あのアッパーゴチゴチもしくはアッパーニョキ。さああっという間暴力止まらない。さあ中島くんがホンダつうかあれだね、なんか中島くん痩せたね、うん、引き締まったね、すげえ引き締まったさあ開幕衝動すごい。さあさあ100巻で上からさあ刺さってワンチャンあんのか、あるといいなわ。おっニョキッとさあでも友沢バイソンもうこれは硬いでしょう、決勝進出は。さあ中島本田がのそりのそりと永田正月。さあたまらず出してしまったクレジマホがアッパーするんでしょと信じていたのか。大一丁で割り込んだ、今のはすごい良かったですねさあようやっと止まった友田バイソンに中島ほ、はいはい、あ、くれ切れ。さあ中島本田一難去ってまだ一難、今度は剣ですね、川村剣。これ多分あれかな、立川の人かな。さあ立川じゃねえ、川村、川しかあってねあ、さあ立川の川村さんって言おうと思ったんだ。さあ黒い剣、さあ剣使いとしてはホンダには負けられない。たまたま100レスサイク。さあ画面端左右入れ替わったせいで画面端に追い詰まったが、あれ波動拳が少ない。さあ対空ミスって、さあラウンド1はまだ調子が出ていないのか。さあ開幕昇竜拳、さあ本田戦で僕が全く必要ないと思っているジャンプ小キックからの中盤台足波動。さあ画面足中島本田やりたい方だ。さあどうすこいどうすこい、割り込まず腹蹴り上から無理やりねじ込んだいやーこれはね川村健悔しい。さあスー S 流、多分 S 流の S はスーっていうことなんでしょうかね。さあ波動波動
無理やり持ってってそっからのドスコイ。さあ中島が、俺はガエルだけではないんですよと。さあ上から行ったがアッパーで冷静。さあドスコイ刺さってそっからのうまい。ああ確かに、あ、でも少々竜中将やったから多分100巻勝つんじゃない、中100巻わかんないけど。さあ中島本田がうまいぞ。さあしっかりボタン離し、葉巻越え。さあ今な空ジャンプ以上でよかったんじゃないのか。さあ100レス波動が思ったより減った。鬼無双で勝ち確だった状況を中村本田捨ててしまった。さあ果たしてどうなる。さあ昇進100です。100列うめえな。しかもあれですね、雪の不思議じゃないのに100列すごい速いっすね。ちょ痙攣で。さあ本田が止まらない。さあ本田が友座バイソンの7連勝に追いつけ追い越せ。さあ続いてほぼ山本、ほぼってことは違うんですね。さあ垂直ダイパンで、さあ画面足100巻、100巻は逃げて、さあ捕まったのか。あー100列だったの優しいんじゃねえの。100列食らわしたら今やめちゃってたから1000列かくってたよ。さあ今すごいですね、しっかりあの振り向き。お、さあ着地に隙がない、インチキ。さあのそりのそりと歩いていく。さながらあれですね、初めの一歩のウミンチュのようにのそりのそりと。さあ早くも画面端が近いが、ホンダあれきついよね。さあ上から大一を100巻、大一をピオらない。さあテンションで暴れて、さあドスコイ刺さった、なぜか刺さった。ドスコイさあ止まらない、中島本田が止まらない。さあカーシムザンギエフ、そうね、さああるといいながありそうな予感が。さあスクリューで、あ冷静でしたね今大ドスコイ。さああとはもう100ですね、相打ちを狙いたい、しゃがみないパンチとかちょっと痛いので。さあおもむろ飛ぶかね。さあ体力勝っていたがドスコイ、さあドスコイドスコイと当たってしまって、さあダブラリで上から少々ダイドピオラニ。さあダブラリで、さあツーヒットやりますね。中島本田連打早すぎだろ。
さあダブラリでファーストアタックは川島さんに、さあ上から殴って、さあ無理やり持ってって体力一気に、さあダブさして、さあダブラリが上手、さあ非常にダブラリが上手だったが、もう百列と昇盤相打ちで死んでしまう。さあカーシムが連打かと思いきや急に飛んだ、さあ止めましたね。さあ今のところ友座の7連勝がトップ、続いて中島本田4連勝、さあカーシム1難去ってまた1難、ガイル、これはあれですね、ガイル結構相手ザンゲーフですからね。もしあんたまさかが起きると結構やばい感じですね。さあ開幕が下がって、ソニック大ソニック、さあソニックソニック、さあ今ダブラリーに対してジャンプ大キック、危なかったね、余計なことをやって今死にかけましたが、さあ中足中足ボクボクと、さあ中足中足で、まあ、一瞬死にかけたシーンがありましたけど、なんとかキャラさというものを見せました。さあ大サマーパナしてボーナス、スクリーン一発分ぐらいやるよと、ストロングスタイルなのか。さあダブルサマー出したがりですね、ウネ君はこの癖をね、この癖をなくせばね、もうちょっと強くなると思うんですよね。必殺技、特にあのサマーソルトが安いガイルは強いガイルいません。ソニックブーマーの大安売りしていいです、バンバン打っていいと思いますけど、サマーソルトの安売りガイルで強いガイル見たことないので、その辺頑張ってほしいところです。さあスクリュー食らって、さあマジか、今 6% 引いたっぽかったけど、やってしまった。今2回目のスクリューがかなり怪しかったね、 6% スクリューっぽい感じでしたけど。さあカーシムザンギが友座7連勝、カーシ、なんだ中島ホンダの4連勝に追いつけ追い越せと。さあ、ゴーさんの剣ですね。ゴーさんのこのね、GOH で剣っていうとね、どうしてもあれですね、大昔の大阪のゴーさんを思い出しますね。頑張ってほしいところです。同じ剣使いとして応援したいところ。さあ、少々から。飛び込みから、小駅からスタートするというところで、あれですね、ゼロシリーズとかスト3シリーズとか違うゲームのスト4とか違うゲームの剣を使っているんでしょうか。あ、ルフォージェなんですね。スト2は痛い、ショーパンチからは何もつながらないので、さあ頑張ってほしい。さあ竜巻で暴れたが連覇、小中波動拳ね、空中竜巻はダブラリー、さあめくりがわかんねえ2ヒットさあ食らってしまい、そっからの小あ、ナメプ、さあカシムが3連勝と。さあ辰俊龍サブキャラ相手に負けるわけにはいかないんだよと。
スクリューをしゃがみ中パンチでなぜか拒否れて、さあ第5スで進んで台足から空振ってはバックジャンプという、あまり何も生み出さない状況になっているが、さあ龍はザンギを画面端に追いやりたい、下がってどうする。さあ真空波動でえらい消極的な流れでした。川島がミスってくれたのか。さあ回し蹴りでなんか一方的に何かに勝って、さあダイエットがスクリューで死んだか。このラウンド昇竜拳出したが掴まれてローキック。さあダブラリー台足まで切って、さあ達郎さんが頑張っている、頑張るという口一旦口にしてしまったからには本当に頑張っていただかないとというところでしたが、ローダイと食らってカーシムが4連勝。中島本田に追いついたところで友澤ベガ、はい、え何、あ、そうなんだ。じゃあロードさんでしょ、トマトニャン。さあ、ロードさん、ロード、さあ、キャラミスですね。さあ、ロードさん、ロードさんはどのロードなんでしょうかね。第何仕事か、もしくはロードウォリアーズとか、いろいろどのロードなのか。さあキャラ間違いがゆえにカーシムのコンボ動画と行きたかったですが、コンボ全く成功せずと。さあ気を取り直してロードさんが行きますね。さあ開幕フラパワーで、さあ掴んで、さあ勝利で割って頑張ってほしいが、さあ波動拳と、さあしっかり勝利、さあまだあるぞこれ、やったよ完全に、やりますね。さあ昇竜にね大足空振らされて、さあ掴んでヘアとストマックローできっちり、さあ昇竜空振ってローからのスクリューで画面端体力半分、さあ波動と、さあダッシュキックポクッと、さあここで中島本田の4連勝をカーシムが抜いた。ここで
ハクさんがガイル。さあカーシムはあと3回勝ったら終わりですね。3回勝つか、あれ終わりじゃないのかな、2周目があるから。さあと捕まってしまった、画面端。さあ中小スクリュー、中小スクリューと。さあガイル使い何をしているんだ。さあ最近頑張ってるあれですね、プレイヤーの方々を非常に応援したいところですが。さあピオリーチというか死亡リーチでしたか。ほう、さあ死んだのか、中小スクリュー、少々、おっとスクリューは出ない。さあサマー打ってしまった、我慢が欲しいとこですね。さあ文房具、文房具セロテープ、なんか文字数一緒っぽくてよくない。さあ6連勝のカワシムザンギ、さあ開幕フラパワーから、さあ竜巻暴れで、さあさあ画面端体力半分、ローからダイヤシー、勝利で暴れてめくりは投げたよ。さあダッシュキックポクッと当たって、さあじゃあ次が、次ニーアさんですね。さあ私を誰だと思っている、ザンギ使いのセロテープ様だぞと、ザンギの弱点などお見通しだというところを見せてほしい。さあ大スクリューでフラパワーで、さあセロテープションボリ、下唇が出てる。さあニーヤさん苦手のワンピー側、いやーこれどうすんのよ。さあ冷静に大芝居体育で、さあしゃがみ塩パンチ、空中竜巻で、さあめくりボディがわかんねえガード。さあおかげで時計の 2P 側、いやが水を得た魚になるのか。さあ大足は冷静、さあ対空ミスって、さあ残り10秒、さあビターで今波動とバニシング合わさった気がしましたが、さあフラパワーどっこいしょっと、さあ脱臭劇脱臭劇で、さあツーピー側に回って、何をしてるんだ。さあ兄が完全に勝ち試合をしてた感じがしましたね今ね。さあファーストアタックは剣が取ったが、さあ掴んでダブラリー、さあチアシダブラリー、
よくガードしましたね。さあまたフラパワー。さあ台足刺して、さあ台足で、さあ止めた。ということで今現状がカーシムのザンギとトモザバイソンの7連勝ずつが2トップというところで2周目に入っていきましょう。じゃあ2周目がトモザベガイロハスペシャルバルログ。僕基本的にあれですね、あの S キャラのあの S キャラ、まあスーパーストツのキャラクターということで、そのスーパーの S って取ってるんですけど、僕の中ではしょっぱいの略ですね。 S キャラは S ホンダ、まあ S ホンダだけは正月の略ですけど、それ以外は基本的にしょっぱい竜、しょっぱい剣、まあ S ザンギはまあ確かにスイーツ感ありますね。さあ2周目、さあスライディング入ってゴロゴロと、さあイズナ入って、さあ完全に UFO キャッチャー状態です。これやっちゃった、三角飛びが出ちゃって、チューチューチューとお手玉からの正面投げられて暴れた、暴れまくりですよ。血合い刺さって、さあ投げられて、さあ大ローリング、さあ左右入れ替えて、さあバルセロナチャンスではあったが、バルセロナ行かず詰めなくなってさあ最高で正面、何かがリバーサル出ていましたね。さあニアホンダやばいよ、いきなりやばい、今日はお腹が減ってるからダメだと。さあお腹が減ってると100レース出ないですかね。さあベガホンダ、トモザがどのように崩していくか。さあドスコイ下ってしまって、さあヤクレス、さあヤクレスで上からはなジャンプに逃げたが、若干食らっちゃって投げた。さすがにきついのか。さあドスコイ刺さって上から、さあ体力半分され、さあやっちゃった、おっと、さあドスコイ刺さって、おっとデビルリバースで逃げた。さあドスコイ、さあドスコイが泳いじゃって、さあ投げて無理やり割り込んで逆感、うわーマジかーと。さあヒデ、さあ開幕中ドスコイからスタートで、
さきこうとドスコイ相打ちいったところで上り中キック、なんだそれ。さあ百貫で、さあやはり百列暴れますよね。さあなめんなよと、余ったれたところにくぐってからの鬼無双と。さあと捕まった、死んだのか。さあリバサじゃなかったがゆえに遅らせドスコイが遅らせ天章に負けてしまいましたね。まあ天章を狙ったはずだったのに。いて垂直ダーキックね。さあピンタ、さあ冷静、さあやらかしましたね。今ドスコイでよかったんじゃないのかな。なぜか百貫。さあニーアーカッター、ヒデチュンリー、キャラクター的にヒデチュンリーそのままニーアーさえ倒せばがっつり抜けたはずなのに、多分これ8、9連勝ぐらい硬かったはずなのに遊んじゃいましたね完全に。さあロード第2章は龍。さあ昇龍ね、暴れて。確かにちゃんと出してよ的な。さあダイヤシかよと。さあやかんやかん、さあやかん百貫、サバ折りからの裏回りは回れず、プリソナ失敗。さあ刺して、なんかやりづらそう。そういう気持ちすごいわからないでもないですよ。なんか違うぜ、なんだか違うぜあいつと。さあ大一郎で、さあロード頑張れ。先ほどのタイミングをずらす昇竜拳で割り込むのだ。さあ百列は立ちガードできない。さあニーアーがバルログ、ベガ、バルログ、チュンリー、ロードと倒して、今4連勝ですね。ベガ倒して、バルログ倒して、あ、バルログがあれか、ごめんなさい、失礼。ベガ倒して、チュンリーのリュウ、3連勝ですね。さあ、小江戸。さあ、ドスコイ。さあ投げて、百貫から投げて、さあ少々繋がってねえけどドスコイ。さあ投げて百貫で、さあ逆向きに百列、投げは受け身は取っているが、若干で割り込んで、大中大と三段しっかり決めて、さあニーアーホンダが続いて、ニコフロム東京ですね。ブランカクレジット入ってねえんじゃねえの。さあ、ニーアさんがどこまで勝ち進むのか。これニーアさんね、ワンチャンこれ金子くんのガイル倒したら結構あるんだよ。
さあ、おいちょで割り込んで。さあ、このね、カーシムのね、次のね、このハク君、ウネ君、中島君のこのガエル3連射、俺の剣もそうだけど、これかわいそうだよね。せめてね、このカーシムの次にね、あのジンネマンが入ってればよかったんじゃないかなと思うんですが。さあ、冷静。さあ、100当たって。さあ、2個頑張ってほしい。大一郎からのドスコイ刺さって勝ったのはニーヤー5連勝。さあ金子、次カーシムね。カーシム、金子ガイルかニーヤーホンダかどっちかにカーシムダルシムだからね。さあ開幕ソニック、さあ冷静にしゃがみ台パンチで空対空やっちゃうと、あんたまさか死んだ。さあカーシムちょっと苦しそう。いやいや金子頑張れって、お前ガエルだろみたいな感じの目で見てますね。じゃあカーシムさんは次ホンダよとやるんだったらガエルでやろうが全然楽ですからね。それを企んでます。さあ死んじゃった、もしかしてあんた膝からのケツ、あ優しいよ。さあ金子何をしているんだよと、カーシムが非常に苦しそうな顔、なんだよお前と。さあカーシムとニーヤー、これでガゼンアイスで次ハクさん、ハクさん次あれですよ、出番来ますからね。ハクさん、ハクさん次ですね。これね、これガゼンハクさんとウネ君中島君のこのガイル3連チャーはもう全員ニーヤーの応援してますからね。全員漏れなくニーヤーの応援してますよ。マジか、ニーヤーが、いやガイル使い3人プラス俺も含めて4人の思いを背負ってカーシムのダルシムを、さすがにこれはチョップで落として、さあ100レス、ニーヤーガイル使い全員万歳。やったよニーヤーと、明日はホームランだよと。さあハクさん、ハクさん出番ですね。ハクさん出番の前で呼んでおいたのでいなくなるのはきついっす。さあ次がウネくんっすね。ウネくんハクガイルニーヤーホンダ勝った方とやるので、ウネくんは早急に準備しといてください。さあホンダ対ガイル、さあハクガエルがニーヤーホンダ、ご苦労だった、もう死んでいいぞと、インドを渡すのかと思いきや、さあめくってしゃがみくらいはしていたが中盤バイアシバで確定でした。とバスターで客観突っ込んで、さあどすこい刺さっちゃって中盤アップ、さあよく出した、えらいやっちゃったの、やっちゃったの、やっちゃった、ボグーと悔しい、今の負けは非常に悔しい、勝っていた試合なのに
この豚キャラがよみたいな感じよで。さあうねくんですね、迷わずこの目の前にいる豚を倒してください。さあ今度こそガエル、ここ今ここガエル三連チャンの島ですからね、ニーヤさんね。さあうねくんが、さあニーヤよ、もうダルシムも倒したしベガも倒したしもう十分だろうと、もう休めという形で、さあ捕まった、お前も捕まってしまうのか。さあ我慢、あやったやったやってしまった。さああれですよ、相手がホンダだからって手加減とかいらないです、普通にこの、あやってしまわれたのか、サバ折りからの。さあ今あれでしたよ、ボタン離し以上で長い位置を狙いましたが出ず、さあよく出したサマー、サマー出してまだワンチャンあるよ、さああるといいながあるのか、やべえなさそう、ああったあった、あるといいながそんなとこへサマー出さねえだろうと。さあびっくりダブルサマーで払い蹴りの戻りに当たり、さあニア今のダブル集中力切れましたね。さあバレていて掴まれて投げられて、さあ勝ったのはニア9連勝。さあニアさん決勝進出ですよほぼほぼ。さあ次が中島さん、中島さん、さあ中島ガイル対ニーヤ、さあニーヤホンダこれあれだね、このままトップ3人が変わんない状況だったらトモアさんとカーシムさんで、いえいえどうぞどうぞってお互い譲るどうぞどうぞどうぞってお互い譲り合うんでしょうかね。さあダブルサマー出すとき出した。さあ冷静ですね。さあニーヤーの快進撃もここまでなのか。さあちょっと遠かった。さあニア死んだ。じゃあ僕行ってきます。ニアさん8連勝9連勝したんですが、中島さんのガイルに止められて暫定トップですね。中島ガイルに乱入したのはマッツンの剣。さあそろそろみんなも忘れてますが、今日昇竜拳の日でそれでマッツン来てくれたと、昇竜拳といえば俺だろうと。さあさあ待って切って昇竜拳、長田投げから小足は掴んで、昇竜拳スタブ見てからかな、今のは取ったはずはない。さあトップスピン昇竜拳、昇竜拳今度はガード、昇竜拳たくさん打ってくれますね。おっとピオリーチか、最後は落ちるが勝利だった。さあパナーチ先生、
続いてバナージリンクスさんですね。先ほどはベガでしたが今度はバイソン、昇竜拳、内野手からさあ中盤で機能しているさあ昇竜拳で勝って掴んで長重ねには昇竜拳、岩田精度が高いと技を埋め込むのも一苦労、宇野稲足さあ端っこ昇竜拳掴んで高めから掴む、続いてノブさんの剣ですね、偏見タラキャン波動投げ返す、おっと珍しくガード昇竜拳トップスピンダが掴まれて、おっとネタっぽかったが返す大昇竜からのレッパー、偏見はやはり松に一律の勝があるのか、歩き昇竜内野手拾って変な連携から寄らせて飛び込み壊しレッパー、スーダルシムお仕事の時間です。マジでそこまで来ないでしょ、これスーさんが止めてくれるでしょ、ね、さあスーダルシムヨガファイヤーで画面端乗せてみてから踏み込んで掴む掴む掴む昇竜、まあ、困ったらノスペ振るんだろうとノスペギリギリの場合で突っ立って空振り見てから踏み込んで掴み昇竜引っ掛けて引っ掛けて今度はガードさあライトダメージ少なめで脱出したような感じ、ここからダメージ取らなきゃいけない、昇竜拳引っ掛けて掴んでガードしたが、おっと困って振った技見てから踏み込む、さあ松井拳4連勝、続いて郷さんの竜ですね、昇竜拳1回目掴んで掴む、昇竜拳ダイヤシャイ打って飛びバット、安かったか、松葉引っ掛けて鉄板で削って、さあタストさんの出番です、さあ俺じゃなくて俺じゃなくて あ, のあっち煽って、いや俺じゃなくて煽るなら松のこと煽ってください、さあ、俺が倒すと
初年龍は言っていた。いいよ、出てるよ。掴まれてガード切り抜ける。玉の打ち合い、中足、シングは当たらず、体力はほぼほぼ。サファイア当たる、時間がない。さあどうする、どう仕掛ける。あっと出なかった。今出たら勝っていたか。そうですね、あそこ昇竜で出ればダメ勝ちしてたんですが、玉打ち我慢したまだ良かったんですが、良かった。さあ取り直して、さあいい感じだぞ。体力はまた5分、玉踏んで今ちょっと待って有利。昇竜拳は剣とか背中が上。さあなんか今難しい。さあ、え、俺あ、次がスローテープさんと松尾さんの、あれこの試合、大事な試合。俺この試合ってあんまりめったに見たことないんですけど、中野でも見たことない試合だな、うん、さあ、さあ、どんな感じ。待って、タツメクリタツマッキで縮まって、昇竜昇竜手残儀が近づいて、ここで膝を蹴る、膝を蹴るダメっぽい、ダメっぽいと思ってさあ、ここで手残儀、さあ、波動拳ダブラリで、あ、冷たいです、ちょっとここ足、あー、これで波動拳で松尾さん1本取りました。さあ、2本目、開幕どうする、開幕今残儀ですかね。さあそこで、あ、今吸いたかったのかな。そして日陰りをやる。そこでさあこの畳み込むところが素晴らしいところ。さあしゃがみ中パン、さあしかし転ばせる。さあここへ、あーちっか、おー今後ろに一瞬下がって転ばしたの素晴らしい。さあここでさあ目付け対策して、あー今吸うところをやって、あーレッパでやって、松野さんここで7連勝ですね。次がヒカルさん、ヒカルさんのバルログ、あ、ヒカルさんのバルログです。成長印バルログのを使っているヒカルさん。さあこれで、さあこれで波動拳やって、そう処理で、おー今のめくり素晴らしい。さあここをさ一回攻撃を食らっても、その時の精神的動揺を全くその隙を逃さないというところが松尾さんの剣の素晴らしいところですね。さあここで手綱やって、さあこれで膝を蹴る。さあここから、さあしかしうまく後ろに逃げてはいいところだか。さあもう来て昇竜レッパー。さあこれで松尾さんの8連勝で、次がアオキサイクロンさんの残儀ですね。さあ、アオキサイクロンさんの残儀と、松根さんの剣、あ、これも注目の対決です。さあ、始まって、さっき言って、そこでダブラリー。さあ今のしゃがみ、今の衝撃素晴らしい。そこで最後のかかと落としやったか、今の蹴るところ、この地上戦のこのところの、さあこれカバイドダイバー、さあこれしかし受け身取る。さあそうこの中キックのところが、青木サイクロンさんその位ところだな。しかしこの松井さんのこの全くその読めないこの竜巻の今のところとか全く素晴らしい。
で、さあお互いとにゲージがあるとはまだ全然勝負はわからない。そこで一回蹴り合って、あーしかし勝負が決まった。あーしかしまだわからない、まだわからない。さあ波動拳、そこでこっからまだどうするか。あー今シャージャンプ将棋やりたいところだったが、うまくしゃがみ小パンチで青木さんが1本取りました。さあ2本目、さあ波動拳で、さあここでさあ中キックとこの蹴りの4個5。さあ対空のこの立ち小パンチのところが青斎さんの素晴らしいところなのが、そしてこの松井さんのこの蹴りのところが、さあここでさあしかし小キック、さあしかし対空がすごい。しかしゲージが溜まっている。転ばせる、それまだ分からない、まだ分からない。正直そこでさあタッチショーパンチもこれが怖い。ああ今のこれで青斎さんが一人抜きで、でマッツンさんが8人抜きということで、ここから破天荒さんの竜ですね。さあ破天荒さんの竜と、青斎さんのジャンルですね。さあ波動拳、ファイヤー波動、そこで中キック、しゃがみ中、波動。さあ青斎さんの立ち中キックが非常に、ああこれ今うまく素晴らしい、今の立ち中うまくギリギリで当てないようにしてファイヤー波動、しかしダブルアレンが素晴らしい。さあこれ決勝してやって、さあスーカー、そこで中キック転ばせる、パシパシパシッとやって、これは怖い。あしかし今のところ転ばせました。さあ中ゴス波動、あーそれピヨった。さあここでさあ昇竜拳、まさに昇竜拳の日にふさわしい素晴らしい今の破天荒さんの一撃。さあ2本目、さあ波動でやって、波動さあ飛び込んで、しかしと回路でやって、さあそこ転ばす、召喚召喚召喚ってやって、ダブラリで転ばす。さあ画面端発生で、さあもう一回対応で、さあいわゆるもみもみをやってしまって1-1。さあ3本目、さあ、ね、波動拳ダブラリ、あ今の波動拳やってしまった。ここで選手転ばせるところを今うまくガルシマイ、さあここでたあたすみ球場を投げる。ここで波動拳波動拳、着地中波動拳、しかし立ち中のこのザンギのこの青斎さんのこの前も素晴らしい。さあこれ蹴って波動拳、さあすごい、これはさあこれシンクアドな、素晴らしい。先週のヒデさんへの勝利について、破天荒さん素晴らしい今の青斎さんへの勝利。さあこれで、さあ破天荒さんここから8連勝なるのか。ああ大丈夫、これ55分まで。さあ破天荒さんの竜と、川村さんの竜ですね。川村さんの竜はこの前後 の動きのじりじりとやったところにすごい戸惑いがというか、そこは破天荒さんのどう崩すか。さあこれ羽根端を詰める、しゃがみ台、プロ波動で当てる。さあこれ飛び込んで、さあこれ心理的に今スピーチに破天荒さんの竜になったか。そこで川村さんのこのしゃがみをじりじりってやってやるところの変動を今の波動で当てる。さあファイヤード。さあここから、さあうまく今のしゃがみ台で当ててからのシンク、素晴らしい。さあ2本目、開幕ファイヤー、飛び込んで中キック、しかし今の飛び込んでやって3段、すごい破天荒さんの試合をさっきから見てると、とっさのところで違う技を出しているところにものすごい相手からのプレッシャーがかかる。さあここで新敵を戸惑って、さあここで神田さんがどう逆転ですか。飛び込む、さあこの前からどうやって逆転するか。さあ今の冷静な立ち台番のしゃがみ台、うまい。さあここから破天荒さんが本当に8人抜きになるかもしれない。さあ次がほぼ山本さんの竜ですね。さあほぼ山本さんの竜と、さあほぼ山本さんがせっから昇竜拳とずっといきます。さあ
第34回四季の細道勝利権の日、さあ龍対龍の、注目の組み合わせ、タコで中継、あしかし1個で中継、おー今の中継うまい、さあ投げる、さあ繰り込んで、そしてか小勝龍、さあこれでめくりだ中ボス、すごい素晴らしい、そこで八勝勝利権、勝利権、しかし2回ふさしさし、今の誘いだったのか、そこで勝利権、波動権、おお今の冷静に今の破天荒さんが1本取りました、さあ注目の3本目、さあ飛び込み大ボス転ばす、さあ波動拳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 で、さあ大金キック波動拳、さあ転ばす波動拳波動拳、さあこれ波動拳、さあ波動拳真空波動、さあ大ボスで掃除に転ばして、しかし山本さん攻めるが、さあこれ冷静に破天荒さんが持って、さあ山本さんここは激戦なのか、そこでで3段の今度は真空を誘って結局破天素晴らしい、破天荒さんこれで3連勝ですね、次が友座さん、友座さんですね、友座さんいます、さあ破天荒さんの先週に続く大進撃、この勝利拳の日にふさわしい大活躍、まさに一つ一筋という部分での素直にまさに龍にふさわしいキャラクターの人生をそのままプレイに反映させる破天荒さんのプレイ、しかしここで友澤さんのものすごい強烈なベガが立ち上がる、そこでさ最後でさ第5戦に数えて、そこには竜巻をやって、ここからどうする、さあ波動拳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 、さあ存在波動拳、さあこれはもう龍に取ってこいが、しかし進行止めた、さあ立ち上キックで踏み込めるが、さあ友澤さんも非常に冷静に大陸有利のところをうまく冷静に打つ、あしかし飛び込もうとしました、ハトキュー、さあここであーっと危ないが投げ返し、友澤さんが1本取りました、さあ最高クラッシャーで投げる、さあチューキック、そこで次に投げる、さあ波動拳、さあ波動拳やって波動拳勝、さあ今のところの友澤さんの誘い方が非常にうまい、ここでさあ2位をやって最高で、さあこれこのさあしもさあ小竜巻素晴らしい、さあ冒険最高クラッシャー、これこれああ素晴らしい、これで友座さんが勝ちまして、決勝が1周目で友座バイソンや川島が7連勝したんですが、なんと2周目で8連勝と9連勝が出てしまったので、決勝は、マッツンニアということになりましたね。一応、9連勝しているニアさんが 1P2P 選べるという、さあ 2P 勝つために何でもします。決勝は3先です。さあ22人の長かった戦いも、さあ選ばれた2人ですね、いろいろありましたが、ねえマッツンケンの8連勝とニーアホンダの9連勝、さあ3先、さあダルシムステージ、これがどう出るのか、端まで持ってて大いちょうピヨッタ、マジであれですよ、こんな有利です、ね、そうですね、頭突きや百裂飛び込みとかに全部対応しようとすると、さあ今の間合いは不思議な間合い、大足対空かと思ったが着地中足が刺さる、さあやっちゃった、はいはいはい、11秒パターン、
さあ頑張って取ったラウンドが11秒で取り返される。心が折れてしまわなければ。さあ逃げて飛びは通った、重ねた、さすがに冷静だった。バックジャンプして波動踏まない。さあ相打ちだが無理やり連覇だがちゃんと掴んでる。さあピオラズ裏、最後波動かなり良かったんですが、初戦取ったのはマッツン。さあ勝利権ダイヤスタイク一文字。さあ球踏んで、さあケース語る裏、宮さんもなんか択を通してはいるんですが、さあ謎のダイヤシーちょっと本当に高度すぎてよくわからないんですが、昇竜拳低いとこでダルシムステージも出る。昇竜拳の火ダイヤスタイク、さあ速さ慣れてきたか。さっきの昇竜拳完全にあれですよ、ゲームメイクでビッグマック。確かに積み込みダイヤシー飛びが1回通ったが掴んで昇竜拳。さあリーチをかけたのはマッツン。ニーアーさんもいろいろやってるんですが、さあさらなる隠し玉がまだあるか。さあ波動モード踏み込みダイヤシー昇竜拳。さあ完全にリーチ裏から大昇竜、安かったが歩いて大昇竜。さあ優勝はマッツン、おめでとうございます。おめでとうございます。いや今日はねやっぱ昇竜拳6月23日コマンド623前下斜め下昇竜拳の日ということでね、やっぱためキャラに負けるわけにはいかなかったので、ちゃんとしかも最後もね昇竜拳で締めたということで良かったなと思う。僕それだけが目標だったんです。ただ昇竜拳で絶対決めなきゃなと思っていたので良かったです。応援してくれた方がいたのかいないのか分からないですけどもまあね最後ね本田健だからね、さすがに本田が応援されてしまうんじゃないかなと思いますが、まあなんとか、いやー危なかった、危ない足でした。さあなんとか優勝してもらいましたので、今回の第34回、結構やってるね、第34回デイトナー式埼玉県朝霞市、あ新座市失礼、新座市にあるゲームセンター、新座市にあるゲームセンターデイトナー式さんは毎週金曜日夜8時ぐらいからですね、お一人様100円での、まあ、2回自分の番が回ってきますね。連勝の数が参加人数の中で連勝の数が一番多い2人がまあ決勝戦で、決勝戦はまあ3先ということで、いやーちょっと危なかったですね。3-0とちょっとかなり際どい勝負だったんですけど、僕が勝たせてもらいまして、実際ねの試合はの試合じゃないの、予選はね新谷さんが9連勝で僕8連勝で新谷さんが勝っていたんですけど、最後はまあキャラ差、これがキャラ差だと
いうところを見せれて勝ててよかったなと思います。さあということでね、デイトナ式さんは11時50分だっけ、11時半までか、11時半までの営業となってますので残り30分、まあ、このまま配信も多分垂れ流しになってくるでしょうので、閉店まで心よくまね、悔いの残らないように、いや悔いは残った方がいいんですよ、悔いが残ったら次の日もうやろうみたいな感じなので、悔いの残るような対戦をみんな閉店まで遊んでいきましょうな感じので、今日の6月23日勝利券の日、第34回四季の細道大会以上終了でお疲れ様でした。あけえ告知、あそうだ、告知はねこの間あれなんですよ、あの松田さんと一通りお話をしてきまして、8月12日の秋葉原 e スポーツクエアさんで会場貸し切りの XS となんですけども、まあ参加費が決まりました。参加費があの大会参加は2500円で、ギャラリーのみが2000円、要するにあれですね、入場料2000円の大会参加費500円みたいな感じで考えてもらえればと思います。で大会終了予定時刻、まあ8時8時半からぐらいかな、から2時間食べ放題飲み放題で、e スポーツクエアさんで、まあビュッフェ方式ですね、ソフトドリンクもあるのでお酒飲めない人はあのジュースとあと飯いっぱい食ってください。ビュッフェ方式の食べ放題飲み放題で打ち上げやります。その打ち上げは参加費3000円になりますので、大会プラス打ち上げもう両方とも出るんだったら5500円ですね。でギャラリーのみからの打ち上げ参加は2000円と3000円で5000円になります。で大会の時間にはちょっと間に合わなかったんだけど、打ち上げは出たいと、まあ、そのお祭り気分味わいたいという方でしたら、その飲み会だけのご参加で3000円も OK ですので、それぞれ皆様よろしくお願いいたします。あとあれですね、8月 XS と8月頭ですね、頭ですね、12日ですから終わって、でフォックスがまたね多分12月の第4週ぐらいにあるのかな、その間10月のどっかしらで第2回エクサーやります。第2回エクサー早くも10月やります。今度はね一応なんだ、エクサー前3音なんでしょ、で XS ともう3音なので、今度は2音でやります。2音です、予定としては2音で、今まだねちょっと場所どこでやるかっていうのは今いろいろ相談してる最中なんですけども、第2回エクサーも10月開催となって、いよいよもって僕の休みがないと大会終わってすぐもう告知やらないやら準備あれみたいな感じのですね。まあ実際かける5も5月に終わって、まあ6月7月と、まあかける5から S とは休みがちょっとあったのか、 X は3月の X だからかける5は休みなかったんだね。ということで同じように8月終わってすぐ9月1ヶ月だけ空いて X はで、エクサー10月終わって、そっからまた11月の1ヶ月間だけお休みを置いて、またフォックスもやっていきたいと思いますので、まあ、今年はね、ストリートファイターが30周年ということなので、僕も時間が許す限り、イベントやらないやら企画とかして、まあ、くたびれて死んでもいいかな、みたいな感じで。来年は、サボります。な感じで、今年、2017年、皆さん、スーパーストリートファイター 2X、頑張ってください。こんな感じで以上です。以上告知のコーナーでした。そしたらこのままねもう配信ずっと垂れ流しのじや垂れ流しになると思いますので、お暇な方はそのままチャンネル見続けてください。こんな感じです。お疲れ様でした。ありがとうございました。
あれ見えねえわ。
ああ、そうしましたら、閉店時間が間もなくとなりましたのでこの試合終わり次第配信の方は終了したいと思います。そうしましたら今週もこの夜遅くまでありがとうございました。また来週も金曜日配信いたしますのでその時またよろしくお願いいたします。では本日の終了は本日の放送はここで終了にします。お疲れ様でした。ありがとうございました。